今月のゲストコーナーです。今月は綺麗な花に囲まれました千葉市花の美術館のお隣にあるラミューズさんをお借りしてお届けしていきます。さあ、緑に囲まれた素敵なレストランにお招きしましたのはこちらのお二人です。楽山隆選手と工藤光平選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。あの、なんかちょっと元気がない感じですけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。さあ、楽山さんはもう初ちょっと二間初出演ということで、去年は覚えてらっしゃるか分かりませんが誕生日コメントを取りに行った時も断られようやく出てくださった感があるんですけれども、はい、はい、いかがですか今の心境は？心境は綺麗な花と緑と囲まれ、緑が好きなんでいい気分ですけど。いい気分ですか、はい。まあ、こちらに座っていただいたからには逃げられませんので、今日はたっぷりとお話を伺いたいと思いますそして工藤選手は2回目ということで、前回は岡本選手と、はい、はい、外で伺ったんですけど、はい、覚えてますか？あの時覚えてます。覚えてますか？大丈夫です。今日は2回目ですので、あの時以上にはいしてお話ししていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますお二人 の共通点をちょっとまず探そうと思って頑張って探してみたんですが、同期入団なんですよね。はい、はい、そうです。大丈夫ですか？同期入団の頃のお二人の印象、お互いの印象って覚えてますか？え、サッカーですか？いや、見た目とかの最初の印象見た目、プレーも含め見た目面白い見た目も存在自体が面白いって感じでしたけど、はい、話す前から、はい、プレーはどうでした？プレーも一緒ですね。ボール持った時とか、まあ、その時はボール持ってない時の動きは今に比べると少なかったですけど、ボール持った時は面白かったです。面白かったですか？はい、アイディアが、はい、豊富でっていうことですね、はいはい、工藤選手、楽山選手の印象、そうですね、見た目とプレーと、なんかこわもてというか、はい、ちょっと怖くね、喋ってみたらすごい優しかったですけど、ちょっとなんか怖そうな感じだなとは思いました。それからもう5年経つんですよね。5年目、はい、5年目ですよ、ね、5年目。あれ、2人とも8月ですよね。そうです。それも23歳と27歳です。あれ、はい、はい、27歳です。写真を見た感じ工藤選手はあんまり変わってないですよね。本当ですか？入団の頃から髪型すごい変わったって言われます、ね、みんなには大人になったって言われますかどうですか、大人になりましたか？はい、もう全て先越されましたからね。あ、確かに全ての面で全て先に工藤選手に越されたということでしたけれども、あと1ヶ月で、はい、結婚記念日ということで、はい、結婚何年目に？結婚2年目です。2年目に、はい、2年目の心境いかがですか？もうお子さんもそうですね、まあいろいろ喧嘩したりもありますけど、まあいいんじゃないですか何も出てこないですけど。ちなみにどんなことで喧嘩なさるんですか？いや、まあ子育てに関してもそうですし、まあちょっとしたその態度とか、まあそのそういうふうに思ったらすぐ言うんで、相手もその場ですぐ仲直りはしますけど。そして楽山さんも工藤選手に追いつくように結婚したり、はい、もうジェフ切っての仲良し夫婦と評判でございますけれども、はいいかがですか新婚生活は？新婚生活は楽しいです。はい、一人でいるよりやっぱりだし、なんかオンとオフの切り替えがすごいできるようになったかなって思います。はい、結婚して、はい、そうですね、はい、あのサポーターの方になんかこうお二人に聞きたいことなんかないですかって伺ったんですけども、あの楽山選手の奥様ともう本当に仲がいいじゃないですか。羨ましくなるぐらい、私も本当にいつもいいなっていつも思ってるんですけど仲いいですよね。はい、ね、でなかなかね、そのサポーターの皆さんが、はい、こうあまりに仲がいいから
こうサインしてくださいとか写真撮ってくださいっていうのがちょっと申し訳ないって思っちゃっている方がね結構いまして、あの2人でこう仲良くいらっしゃってる時にちょっとこう声かけても大丈夫なんですかねっていうことを聞いてくださいって言われてたんですけど、大丈夫です、どうなんでしょう、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、はい、ちょっとこう今あのカメラの前でですね不安に持ってる方いらっしゃると思うんですけど、どんどん強制的にどうぞお構いなくどうぞはい、さあそしてチームちょっと残念ながらナビスコも敗退してしまいまして、あのナビスコの敗退が決まってしまった時って正直どんなお気持ちだったのか教えていただけますか。もうね、水本選手とかも動けなくピッチ上で動けなくなったりとか、なんかこうね、皆さん座り込んでましたけれども、あの時の率直なお気持ちを聞かせていただきますか。そうですね、まあ僕は怪我していてなかったんで携帯のサイトで知ったんですけど、はい、まあ、すごい残念でした。中山選手は僕はその時スタメンで出て、はい、まああの状況引き分けでも別に上がれる状況だったので、すごいあのメンバーでも、まあ、あれだけできるってとこはそこそこできたので、まあ引き分けにはできたと思うんですよね、自分自身だと。だからそういう意味ではすごい出てない選手とか残ってた選手とかにはすごい申し訳ないなっていう気持ちがすごいあって、だしすごいファン、見に来てくれたファン、サポーターの人たちにもすごい申し訳ないなっていう気持ちがすごい強く、まあ、今も残ってますけど、まだ、はい、その気持ちはもう皆さん切り替えてやってらっしゃいます。そうですね、やっぱりその負けたってことはやっぱりしっかり受け止めて、予選も敗退したっていうのも、それがその時のチームの力っていうことも受け止めて、それ踏まえてやっぱり前向きに行くしかないので、もう、はい、私もリーグ戦しかないし、そういう意味ではプラスに考えてみんなで行こう、頑張っていこうっていうのはありますけど今、はい、工藤選手ももう気持ちは切り替え、前向き、怪我ももう大丈夫ですか。はい大丈夫です、前向きに準備していきたいと思います。ここからじゃあどんどんさらに点を重ねていただいて。そうですね、はい、ではですね、最後にカメラに向かってですね、サポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。では中山選手から。もうリーグ戦しかないので、一戦一戦大事に戦って、一つでも順位を上げていって最後には頂点にいたいので、これからも応援よろしくお願いします。では工藤選手お願いします。あとは J リーグしかないんで一試合一試合集中して最後には頂点にいたいと思います。応援よろしくお願いします。なんか似た感じとかかぶってますねパクられてますけど、お湯を近い今月は中山選手と工藤選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。夕方からの練習の前にお時間をいただいてお話を伺ったんですけれども、はい、本当に私の中ではですね、中山選手が あんなに喋ってくれるとは正直思っていなかったので。中山選手追い込んでないですか、うん、なんかね、いやでもね、魅力を引き出そうと思って工藤選手と中山選手にたっぷりとお話を聞くことができましたよね、はい、ちょっと楽しかったですね。すごく楽しかったです。いたっていう表情しててね、はい、中山選手と工藤選手本当にありがとうございました。さあ CM の後はジェフタマインフォメーションです。